それでは、この試合に対する両チームの抱負をお願いいたします。両国の 3AA は、今年の対抗戦の締めくくりだと思っています。トヨタ山田とは一勝一敗なので、次が最後のチャンスだと思っています。必ず防衛します。大阪で山田と戦い、両国でタッグを組むということで、常に新しい気持ちでぶつかっていきます。ベルトを取られた悔しさは私たちが一番分かっています。今ベルトを取られてから、約半年ちょっと経つんですけども、その間お互いを見つめ直すためにといって2人で、組む機会をがあまりなかったんですけど、その約半年ぐらいを、無駄に過ごしてきたんではないということを証明するためにも、両国で、ベルトを取って、皆さんに証明したいと思います。それでは質問の方に移らさせていただきます。小島記者お願いいたします。山田選手と豊田選手、充電期間を置いて、先日の名古屋大会で LLPW との対抗戦で久しぶりに組んで快勝したんですが、今の時点での手応えといいますか、ベルトを取り戻せる自信はどれほどあるかということをお一人ずつお願いします。とりあえず 大阪で自分たちの今まで充電 してきた分を充電 してきたことをお見せするために、充電期間を無駄にしないように、それを証明する試合をして、3AA につなげていきたいと思います。自分もトヨタと一緒なんですけど、両国でベルトを取りに行く前に、2人で、見つめ直してた期間を、確かめ合うためにシングルで当たるんで、その時に大体のことはお互い分かると思うんで、LL と当たった時は調子は良かったと思うんで、この調子で両国ベルト取りに行きたいと思います。小島記者お願いします。チャンピオンの尾崎選手なんですけども、今日パートナーの関西選手いらしてないんですか。先ほどですね、お話ししました。今関西選手は道場におります。2週間ほど前に、急な、高熱がございまして、そのまま入院いたしまして、喉の扁桃腺切除の手術をいたしました。まだ出血箇所がありまして、そこにまだ糸が入った状態で、皆様の前でまだ、十分に喋れないんですね。それでそういった状態で皆さんにお伺いするのはちょっと失礼かと存じまして、本日は、大変申し訳ないですが、欠席をさせていただきました。それでは、日刊スポーツ三上記者。挑戦者チームに行きます。自分たちの愛着のあるベルトが渡ってもかなり経つんですけども、今こんなことを言うのもあれなんですが、例えばこれでもし取れなかったとして、また何度も挑戦していく覚悟でいるんでしょうか。何度も挑戦するっていうんじゃなくて、両国では必ず勝ちます。自分ももう両国で勝つつもりで、調整しているんで、先のことは考えてません。他に質問ございますか。なければ、写真撮影の方に移らせていただきます。
CWA 世界タッグ選手権試合ザ・国技館フルボルテージと題してお送りします。まずはチャンピオンのお二人、尾崎真由美選手から伺いたいと思いますが、今日はとうとうまた山田トヨタ迎えますね。はい、この間 NK で負けてるんで、あのトヨタのシングルで、はい、今日は防衛戦のつもりじゃなく、いつも私たちは気持ちはチャレンジャーなんで、今日もガンガン行きたいと思います。はい、ガンガン行っていただきたいと思います。さあ、そしてダイナマイト関西選手、はい、今日はチャンピオンとしてどんな戦いを見せてくれますか？そうですね、チャンピオンはチャンピオンなんですが、やっぱりまず最初に対抗戦というものをあのトヨタ山田選手とね始まったんで、今回3度目なんですけども、やっぱり対抗戦以上に、関西尾崎はトヨタ山田とやったらこれだけできるんだぞという、やっぱりすごい試合を、今日国技館のお客さん皆さんに見せたいですね、なんかチャンピオンの貫禄かなという感じしますね。いや、そんなことないです。でもベルトは守ります。はい、チャンピオンコーナーです。そして青コーナーです。トヨタ山田のタッグペアが帰ってまいりました。しかし今日は挑戦者ということなんですが、どうですか？大阪城で山田と戦って確かめ合えるものを感じたので、8ヶ月間の充電期間を一気に爆発させてベルトを奪回したいと思います。はい、また新たな気持ちで戦っていただきたいと思います。そして山田敏夫選手、今日どうですか？去年の11月に初めて戦った時の緊張感を忘れないように、今日はベルト取りに行きたいと思います。はい、両選手ともベルトダッシュに燃えています。ザ・国技館フルボルテージ CWA 世界タッグ選手権試合60分に本勝負を行います。青コーナー総選手チーム、全日本女子プロレス150ファンのトヨタが153の山田の栃木郎あごめん、生体元気生体が生体が生体チーム135番の小崎183のダイナマイト関西レフェリー、グランマイト。さあ、今日4つのタイトルマッチ最後を飾るのが 3WA 世界タッグ選手権試合です。チャンピオンです、 JWP ダイナマイト関西尾崎真由美対挑戦者は元 3WA 世界タッグ選手権者でした、山田敏夫、トヨタ真奈美、リターンマッチということになりました。まずはいきなりダイナマイト関西のバックドロップが火を吹いた。放送席には JWP 福岡光選手に来ていただきました。福岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、またしてもこの熱い戦い、始まっちゃったから、
来ましたけれどもね、福岡さんどう見てますかこの試合は。そうですね、でも尾崎さん関西選手が組めば、なんですか、安心して見れるっていうか、今日も防衛すると、絶対防衛すると思うんで、ただ山田さんと豊田さん、なんか結構充電期間というか、そういう、だからそこでやっぱり変わってるとも思うから、どういう風なことをするのかなっていう楽しみと、ちょっとなんか一瞬ね、もし取られそうな場面が出ちゃうと、あっと焦るかもしれない。複雑な心境でね。でも問題ないと思います。問題ない。はい。問題ない。この両チームはリターンマッチっていうのをやってないですからね。はい。だから溜まってる部分があるかもしれませんし。そうですね。またトヨタ山田にすればね、十分溜めてきたと。3度目の対決ということになりましてね、これまでは初対決がちょうど去年の今頃ですか、川崎でね、ありました。おーっと、ひとっ飛びトップロープ、いつ見てもこのボディバランス素晴らしいですね。これはすごいですね。おっと、まずツープラドン合体技を出す。危ない、危ない。あ、ちょっと危険な角度で落ちていった尾崎ですけれども、さあ、おっと投げっぱなし、飛びますね、やっぱり尾崎体軽いですからね。さあ山田と尾崎、やーっと足をマフラー状態にしてぐるぐると回っていく。いや、細身の割に意外とパワーのあるこの山田。いや、これは肘、それから足首、さらには平行感覚ね、もういわゆるあらゆるところが決まってくる、なんか複合技ですけれども。そうですね、今日は随分回しますよ。これこそ膝に悪いんじゃないですか。絶対。そうですね、すごい回ったんじゃないですか。回りましたね今日は。でも本当に尾崎選手、倒れててもどのぐらいダメージあるかちょっともわからないっていう、なんか変なレスラーですから。おお、いや、今のドロップキック危うく外して、そして関西、あー、容赦ない蹴り。先日の大阪ではこの蹴りで北斗の顔3本へし折ったというね。刺激強かったですね、あのタッグは。ものすごいキックですけれども、今日も容赦なく顔面に蹴り込んでいくのか。なんかここまで見ててもすごい4人のテンション高いですね。高いですね。今日はね、普段 3WA 世界タッグは3本勝負なんですけれども、今回は1本60分1本勝負。今の時代は3本勝負もう古いですよ。はっきり言って、集中力がね、分散するっていうか。ですよね。1本のためになんか命かけた方が。そうです、なんかそんな気がします。これを機に3本勝負はなくなってきますかね、ひょっとしたら。いや、それは分からないけども、でも、3本勝負って言っても結局1本目でもほとんどみんな使い果たしてるんですよね、エネルギーを。そのあたりも若干ね、過去の2回の対戦とは戦法も違ってくるかなという気がしますけれども、 3WA 世界タッグのベルトが JWP に流出して、もうかれこれ8ヶ月、現状としてもね、もう早くこのベルトは取り返しておきたい。完全に評判は全場コンビの方が僕有利だと思います。福岡選手はさっき関西尾崎組の方がまずもええでしょうって感じだったですけども、先日の、はい、オフ、トローリング先頭のトップロープから、おっと、そして SPF、はい、仕掛け早いですね。先日のね、大阪大会でトヨタ山田はシングルでお互いにやって、はい、自分たちの仕上がりがどんなもんか確かめ合ってるから。あ、でもいい試合でしたね。ちょっとこってりした ね、 やったね、長かった。長いし、割と山田らしからぬっていうか、トヨタらしからぬっていうか、でもあれでお互いがどのぐらい仕上がってるかっていうのを、なんか完全に分かったと思うし、終わった後のなんか信頼関係というか、なんか確かめるものがあったはずだから。いつも JWP の選手っていうのはいつもお互いに戦ったり組んだりっていうことが多いじゃないですか。だからやはり人数が少ないせいもあって、
この試合だけにかけるってこと難しいじゃないですか。それは言いますね、悲しいけど悲しいけど、でもそれは現実としてね、まあこのトヨタ山田は、まあ言ってみればこの試合の今までのシングルマッチは、まあ、プロローグとね、この試合を、なんかしても到達点にしたって感じじゃないですか。ですよね、で歌とか歌っちゃってね、やっぱりこのコンビがやっぱり一番なんだってお互いに確認できたんじゃないですか。しばらくタッグ組まなかった時期もありますよね、ありますから、まあ、一時不調と言われましてね、このタッグ煮詰まりとかね、煮詰まったとか、実際割と試合が退屈だったし、この2人は、はい、すごいですよ、立ち方向通り越しちゃいましたよ、これは。それにしてもこのトヨタの体の柔らかさというのも本当に毎回毎回僕言ってるんですけども、でも痛くないはずはないですからね、でも案外効いてないかもしれない。そうですか、いいですかね。あ、でもこのキックは蹴り、さすが胸板にドスンドスン重量級の蹴り、あの手でガードしてても手が折れちゃうんです。手が折れちゃうんですよね。あ、すごいドロップキック。あー、これは止められないか、誰も止められない、顔の横、誰も止められない。トヨタのミサイルキックの波状攻撃が非常にもかわしていきましたよ。いや、今のかわし方が憎かったですね。憎かったですね、今のね、分かっているんだよというね。そうですね、そんな表情がありありと見受けられたダイナマイト関西。あっさりと2発目ミサイルキックをかわしていって、投手1点、あ、同じ技は二度食わないか。おお、綺麗に回転切り、お、山田が蹴っていき、ドッとトラスキック、綺麗に顔面を捉えた山田。そして高速度 DDT、 さらにはギロチン。まだ山田選手にとってこれ序盤戦なんですね、あの出す技を見てると、ね、そんな感じですね。さあエルボー一発落として、カウントワンで返す尾崎もまだまだいきます。落ちキューウィングの形に持っていくが、さあ小気味良い展開が先ほどから続いているこの 3WA タッグ選手権試合。リング中央で今度はフェイスロックの形だ。気合十分というねこの山田の表情ですけれども、さあ尾崎もさすがに今打たれ強いスタミナという意味ではね、尾崎もタフネスですけれども、序盤戦あまり締め技を食らっていると後半きつい、後半のね体力に響いてきます。早めにロープブレイクしておきたいところでしょう。さあここでロープブレイク、このここまでのところは一進一退、チャンピオン挑戦者、うまく切り返していった。フライングネックブリーカーからまた、もう今日関西蹴ってしかいないですね。いやでも蹴った方がいいですよ。あエルボー、側頭部にエルボー、そしてあっとこの蹴りを食らったら危なかった。いや今の水面蹴りも読んでましたね。山田も蹴りでは負けてはいない、相当の読み合いがありますね。いや今のはすごかった、円錐蹴り返して水面蹴りを返しましたからね。さあスライディングキックへ、場外エスケープはダイナマイト関西。ちょっと自分の攻めパターン読まれたかなというのが頭の中にあるかな、そんな表情ですけれども、場外を一周じっくりと戦況を見ようというところでしょうか。待ち構えるは山田、今日はブルーを基調としたコスチューム。さあ仕切り直し、今すごいですねこのトヨタの、トヨタのこの、ねえ声援というか身を乗り出して ね、 乗り出してね、こういうトヨタってあんまないですよね。まあ、いかにねこの試合にかける意気込みというのがね伝わってきますけれども、終始ブルーのコーナーで
身を乗り出して声援を送るトヨタ。さあタッチワークでは JWP の方がここまでは上回っているのか。おっとタイガースプレックスもと見せかけてうまくグラウンドに持っていた、うん、ちょっとチョーク気味に入ってるぞ。おっと危ない危ない。いやよくパンクラスで見られる、うん、チョークスリーパーというやつですかね。これはかなり首根っこ入ってますが大丈夫でしょうか。ロープレイク、いや尾崎これ考えてましたね。あそしてバックドロップホールド、ちょっと体勢崩れたがプリッチは消えた。カウント数あっとこれが待ってましたか。あまずはトヨタに一発エルボー入れて、すごいキックが山田の胸元に突き刺さった。まだ行きますか。いやバラが折れちゃいますよこれ。尾崎も気合十分乗ってきた感があります。この辺りもね尾崎の何気ないフェイスロックですけどぐいぐい厳しいですよね。尾崎のこういう細かいなんかインサイドワークみたいなのは福岡さんもだいぶ手こずるんでしょ。そうですね、なんかいやらしいというかね、うん、ヒールっぽいところがねやっぱり前ヒールだったからうまいですよね。さあそして満を持して関西、お前の蹴りなんか効かんとばかりの表情を見せたが顔面顔面やっと倒した山田。執念のね回し蹴りでした。お返しお返し、髪の毛掴んでもう一発いった。数で勝負ですよ数で。危ない危ない、うわ関西も息も絶えないのこの表情。なんかあばらが心配、うん、きしむ音がしますよここまで。バックドラップ、関西はちょっと肩も痛めてるんですけれどもね。コスチュームで見えないけど、痛めてる箇所結構あったんで。ですよね、うん、今のはちょっと心配ですが、チャンピオン JWP ダイナマイト関西尾崎組。さあどこで、ここで一気にサイドバスター。カウント2、まだまだこの試合一波乱この後待ち構えているんでしょう。しだしラリアット対角線振ってもう一回、しかしおっ体を預けていたがそのまま返して、すごい、いやそのまんまね、ノーザンライトスープレックスの形に。なだれ式か、なだれ式を狙ったんですが、ひじ鉄一発、あームーンサルトアタック、きれいに決まった、おお、危ない。ダイナマイトか、おっ捉えたかと思ったがこれは好フォロ ー、 うーん今の尾崎のフォロー絶妙でしたね、うん、ああ早々とスプラッシュマウンテンをコールしたダイナマイト関西ですが、やはりまだまだねあの技は出せないですよね。あローリングクレイドルに行こうというところ。さあここで尾崎にタッチ、スープラトンの攻撃は王者チームだが、あクロスラインをうまくかわして山田がフォローに入った後ローリングクレイドル。いやこれは福岡選手に一言いただきたいんですがどうでしょう。うーん、数をかなり回すんじゃないかなって今、うん、そう思いながら見てるんですけど、速いですねやっぱり、うん、スピード速いですか。はい、今日は福岡さんがねローリングクレイドルやった時に、放送席でデビルさんがまだ数が足りないって言ってましたよ、はい、自分も言われました。そうですか
さあここでフォールだ。何回転したのかちょっと数え損ねましたけれどもね。カウント2。いやこの辺り後々ダメージが残んなければいいんですが、尾崎。あここで2プラトン何があるんだ。抱え上げて、あこれはうまく返していって、おお関西がダブルラリアット。サンダーファイヤーちょっとぐしゃっと形が崩れたか。尾崎ちょっと今のローリングクレイドルでまだちょっと平衡感覚を失っているようなそんな感がありますが、ここで蘇生したダイナマイト関西が満を持して登場。ボコボコと蹴りまくります。あ今口いきましたよ。また歯が折れたんじゃないですかね。大丈夫かトヨタ。あ持ち上げるか。これもまだ可愛いですね。だバックドロップ高角度、へそ投げ高角度バックドロップはカウント2。関西のバックドロップってのはすごいですね、やっぱね。なんかもう1回転こう描いちゃう。綺麗なバックドロップ。いやそしてアピールしてスプラッシュマウンテンのアピール。青コーナーでは尾崎が、あしかしフォローしきれなかった。ストバックに一発山田の蹴り。しかし JWP チームの優位は動いていないか。ダブルタックル、あ合体技ですよ合体技ですよ。お関西がトップロープからなんだ、トップロープからなんだ、あフットスタンプ、うわ超ド級、うわいやまさか関西がフットスタンプをね、あの体重でね、得意のポーズだ、得意のポーズ、そのポーズの後はそうなんだ。あ持ち上がんない、うまく体重を移動したトヨタ。もう一回トライするが、スプラッシュマウンテン、スプラッシュマウンテン、山田はどこにいる、あースプラッシュマウンテン危ない、山田はどこにいるんだ、スプラッシュマウンテン、カウント、山田が入ってきた。あこれが決まんなかったら今度チャンピオンチーム非常に苦しいですね。うーん返されたスプラッシュマウンテン、ちょっと尾崎のフォローが欲しかったそんな気もしますけれどもね。はい、あ、2プラトンダブルいきますか。あこれは大阪で、大阪でタイトルを奪取したダブルインパクター、違いますね、あフェイスクラッシュをかわして丸め込んで危ない。いや一瞬の素早い丸め技、おフェイスクラッシャーで、うん、危うく形勢を逆転しようかというところ。この辺りも尾崎うまい。うーんカウント2。トヨタ、まあね、まだトヨタもね、この人も回復早いですからね、あれだけの大技を食っていても次の瞬間もうすぐに攻撃に転じる、そんな怖いところがあります。まだれ式のバックドロップ、いやここで山田にタッチするというところ。トヨタうまく足を引っ張って、おっと、あこれはトリッキー、あそして場外で、場外で尾崎が飛んだ。いやートペコンヒーローを見舞っていた山田。あここでここで合体だ、いやこれは危ない、デンジャラスデンジャラス、おうまく足で蹴っていった、あの大阪の再来かというあの瞬間でしたけれどもね。いやーなんとも悲鳴ともつかないこの大歓声がこだまする両国国技館、山田とトヨタ息をもつかせる攻防だ。カウント 2.8 ぐらい入ったか。あーダイビングブレーンキック、しかし関西これを 手で払った。両者ともかなり、あっとスタミナという意味では関西ちょっと動きが鈍くなってきたか。今度は山田のガッツポーズ、これはバックドロップ、まだ行きますよバックドロップ、
これ山田ね、バックドロップの連発から関西からホール取ってますからね。さあ場内は大山田コール、4連発いった。ちょっと関西の表情、意識が朦朧としているのか、ちょっと目が泳いでいる、そんな雰囲気も見受けられましたが、関西どうか、関西どうか、まだ行く、6連発。いやすごいですよ、この山田のバックドロップの連発は。いやー、あーものすごい連携。さあ尾崎を場外に落として、あっおっと、ダイビングブレーキか、ダイビングブレーキか、後頭部を的確に捉えた、カウント。いやー、今ちょっと入ったかと思いましたよね、ハラハラしちゃった。ちょっと放送席福岡選手も声をなくしてきましたけれども、あーっと今のゴリースペシャルを狙った関西、ちょっと棒立ちになった隙を見てミサイルキックが飛んできた。いやこれは関西ターゲットですよ、山田豊田、関西からボールを奪うのか、わー合体のブレーキキックからそのまま水車落としか、カウント。ものすごい大歓声。いやーすごい大歓声。ちょっと言葉を失うこの大熱戦だ。リバースゴリースペシャル、おこれを尾崎が返して、関西やっと尾崎にタッチ。一体どんな結末を見るんだこの戦い。さあ JWP の天井、その戦いに終止符を打つのは、あーツープラット、フライングボディ、フライングヘッドバット、まだ返す尾崎。これは一体どうなってしまうんでしょうか、どうなってしまうんでしょう。ムーサルトかな、ムーサルト、あー自爆だ。ああ、もう一進一退、ラリアット、これも大技、オンパレード、デッキがサンライズだ。尾崎の必殺技、これも返された。うーん、どうでしょう王者チーム、このあと何があるのか。あ、これは旋回式かな、旋回式ボディアタックか。トヨタのこのアピールは、あっと来ましたよ来ましたよ、ジャパニーズ、ジャパニーズオーシャン、これをなんと丸め込んでカウント。すごい試合になってきました、すごい試合になってきた。いやー合体も何もかもなんだかもうあったもんじゃないですね。これ一体どうなってしまうんでしょう。あ、赤コーナー最上段から、わー、ラッキープラーだ、あーすごい、今エプロンに落ちたけど大丈夫でしょうか。なんともないようですよ、トヨタ関西にも乗ってちゃったねー。あー、そして関西が場内でノックダウン状態。あー、デンジャラスバックドロップか、デンジャラス流れ式ダックドロップか。あー、関西のフォローは危ない。あー、一回転、いや完全に一回転、カウント。おこれがダメだったらもう何があるんでしょうね。これは両者もう切り札出し尽くしましたよ、ね、あ、まだこれがあるか、トヨタ一歩これがあるか、尾崎はもう返せないか、尾崎はもう返せない。ジャパニーズオーシャンサイクロン、なんかすごいですね、どうするんでしょうね。25分ですよ、
もう極限状態になってきましたね。もう手詰まりもいいとこでしょ、これ。おーすごい、トップロープ最上段からミサイルキック、これでもかという、これでもかという必殺技は何だ。え、リバース、リバースですよ、これは。どうすんの、どうすんの。おお、振り子式で落としてそのまま腕を固めて、やっぱり新しい技考えてきましたね。いや、私も思わず途中ね、両者手詰まりかという、それぐらいの攻防どうなるのかなと思いましたけれども、今のは何ですか、リバースの、いや、新しい技でしょ、ジャパニーズオーシャンのような形で、なんかぶん投げて、もう何かこう、もう最後は意地でしたね、そうですね、執念というか、あのとにかくあの技で決めようと思って、わざわざ場外までミサイルキックやりいった、関西を倒しに行って、それからすぐリングに戻って、あの執念で勝っちゃったって感じですね、今日は。あの場外にミサイルキック、コーナー一番上でしたよ、とんでもない話ですよ。すごい。その後ちゃんとね、受け身取るんですか、すごいですよね。いやー、しかしちょっと明暗分けたこの JWP の元王者チーム、悔しがる尾崎、いやー、ベルト移動であります。うん、今握手を求めに行った山田、今晩やる方ないという関西でしょう。まあしかしあれだけ燃え尽きればね、今固く握手、うん、山田も敬意を称した。そしてこちらトヨタ尾崎、ちゃんと手出すところが関西らしい。うん、なんか今涙出そうな時代なんかね。いやー、でもまさかこんな結末がね、待っていようとは。いや、本当に素晴らしかったですね。いや、あんだけ大技出したらもういいだろって感じ。もういいだろって、ね、もういいだろって驚きましたけれどもね。認定証山田敏夫殿、豊田真奈美殿、あなた方は両国国技館で行われた 3WA 真奈美に全日本女子協会認定 3WA 世界タッグ選手権試合に2人力を合わせ見事勝利を収めました。真奈美認定賞を担当するとおくりこの礼を伝えます。平成5年に皆さんが全日本女子協会運営会長風間敏夫賞西野東に、いやー、このタッグのベルトがまた実に8ヶ月ぶりに、まあ前場のマットに戻ってきたと、そうですね、いう結果になりました。大きな試合だったですね、本当に。いやー、でもまあベルトの重みっていうのもね、感じましたよね、すごい試合でした。こんだけやんないとベルトって取れないんですね。そうですね、つくづく思いました。いや、今やっとね、笑顔が見えました、トヨタ。なんか安堵の表情っていうかね、ほっとした、そんな表情でしたけれどもね。今高々と11,500人、超満員両国国技館のお客さんに、今その両手が高々と上げられました。福岡さん、ちょっとね、はい、JWP としては、うん、まあ残念な結果に終わってしまいましたけれども、でもまた新しくやらなきゃいけないテーマができてよかったというか、うん、だってこんな人たちとまたっていうか、うん、別のチームが挑戦したっていいし、それはそうですよね、またこの山田トヨタ尾崎関西っていう、もう一回見てみたい気もしますしね。今日の山田トヨタは勝てるだけのもの持ってきたもん、ちゃんと、うん、用意してきたし。でもあの、なんだろう、一つだけもし言わせてもらえれば、うん、別に実力にはそんなに差はなかったと。ないですね、全然ないでしょう、うん、すごく白熱してたし、ただ気持ちの面でやっぱりトヨタさんと山田さんがやっぱりもうどうしてもベルトは取りたいみたいな執念っていうんですか、どっかで追い詰められたね。それはでも感じましたね、最後のミサイルキックとか。
それでもかってぐらいね。そうですね、やりましたもんね、すごかった、まあでもこれからまだまだね、関西尾崎組ももう一回これ調整してほしいですね。はい、まあ、高々とトロフィー、そして良好な、いやー、前場のファンはねこの日を待ち焦がれていたんでしょう。大歓声、やっと取り戻したこのベルト。まあ2人としてはねこうやって歌も歌った甲斐があったなっていうね気もしますよ ねやっと取り戻したこの 3WA タッグのベルト。まあ今度はね本当にまた防衛する立場になりましたけれども、まあ、次はどういったタッグチームが挑戦してくるか、まあ、また楽しみが一つ二つも、ね、膨らんできますけれどもね、まあ、放送席にいるこの福岡さんも、はい、今度はぜひ挑戦して見てくださいダメですか。いやいや、まだそんな笑いが出ちゃって今。いやいや、そんなことないです。でも、うん、気持ちではね、やっぱそういう気持ちで、はい、うん、行こうとは思います。はい、でもすごい、まあいつの日か福岡さんが挑戦する日をね、うん、楽しみにしてますんで、それは遠い将来のことじゃないですね。もうすぐでしょう、うん、じゃあ、いやもうすぐですよ、もうすぐ。いや、力強い言葉を聞いたところで、はい、福岡さん今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、チャンピオンベルトが全日本女子に帰ってまいりました。新チャンピオン山田豊太両選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。いやベルトが巻かれました。どんな気分ですか。やっぱり嬉しいですね。今日の戦いどうでした。もう最初に当たった川崎の時の緊張感を忘れないよと思っても、うん、最初からもうボルテージも最高にして一緒に戦ったんで、うん、今回こそ本当にありがとうって素直に関西と大崎に言えました。うん、いい試合できましたでしょ。自分でやっぱここまでこういうふうに自分たちこの位置に壁に当たってきたのも、うん、やっぱり関西と大崎がいたからなんで、ああ感謝したいですね。突き破れたからね、こんな感じだね。はい、おめでとうございました。さあ、富田選手、あの技は何ですか。みんなびっくりしましたけど。そうですね、ジャパニーズオーシャンの逆からのパワーボムみたいに持っていったんですけど、ね、今日の日のために考えてきました。ね、誰もわからなくて、そんな話も誰も情報として手に入れてなくてびっくりしました。隠してたんですか。もうジャパニーズオーシャンとかも最初から公表されてたのなんで、もう今日は最初から期待しないで、期待させないで、うん、今日はもう誰にも言わないで新技を出しました。今日のびっくりしました。でもいい試合だったでしょ。自分でやってみても。そうですね、でも山田に助けられたところもがすごいあったんで、うん、でも本当ここまで壁にぶち当たってきて、ここまで、うん、自分たちも我慢して頑張ってきた甲斐がありました、うん、ね、一回り大きくなりましたね、このペアも ね、 これからですね。いい表情でやってました。本当にこれからも頑張ってください、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。ここに認定したチャンピオンベルトを取り、この上に4歳の平成の日本会社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 を見せました。ごめんな、ね、ごめんな、うん、わかんない、全然わかんない、俺が、あかん、ほんまにあかん、フラフラしちゃった頭。大丈夫、頭氷見てる、氷豊かな、すいませんね、あかん、ベルト守れへんかった。発想をちょっと一言、あかんね、関西このままやったらあかんね、本当にあかん、うんうん、何も尾崎のことカバーしてやれへんかったし、うん、
3本勝負も難しいけど1本勝負も難しいですね。やっぱ戦う相手を選んじゃいけないと思うけど、やっぱりトヨタ山田っていうのはすごい私たちにとってすごい戦いがいのある相手で、今日負けてすごい悔しいけど、負けたのと同じぐらいメインだったものがセミファイナルになったことがやっぱり悔しいですね。で、悔しがってるだけじゃいけないと思うんですけど、なんでセミになっちゃったっていうのも自分たちでやっぱり反省しなきゃいけない面かな。でもやっぱり今は負けて悔しい。これからもう来年になったら何回でもまたどんどん調整したいとね。これ3度目の対決ってことで、そのやりづらさとかはありませんでしょうか？やりづらいとかやりやすいとかっていう問題じゃなくて、でも結構3度目ですから相手のやることとかも分かりますしね。でも3段コーナーからキック来るとは思いませんでしたね。場外あれは参りました。まあやることもなんとなく分かってきたけど、こっちが思ってないこととんでもないことをやるのもあの2人が一番かなって、ね、こっちが思ってもいないことをボンボンやってくるんで、なんか裏かかれちゃう部分もベルト持って年越したかったんですけどね、無理でした。そうですね、今もうこの間自分が持ってる JWP のタッグのベルトもなくして、今日もベルトなくして、なんか一気にもう天から地に落ちたような感じですね、また一から出直しですね。来年はもう、でも今日最後だったんでね、今年オールスター戦もベルト守りたかったんだけど、一から出直しですね。1年前ぐらいにこの試合から対抗戦が幕を開けましたよね。1年前にあの同じカードでオールスター戦が始まって、自分自身が成長したとかそういうのはありますか？成長したというか、他の団体にあれだけすごい人がいるということを知ったことが、もう大きな、もう自分にとっては財産ですね。当たって緊張感もなくなる。